カゴメは3月26日、国民的洋食オムライスの日本一を決定する実食イベント、カゴメオムライススタジアム地方予選首都圏関東大会を服部栄養専門学校で開催しました。オムライスをですね、もっともっと皆様に知っていただこうということで、オムライススタジアムという企画を立ち上げました。それぞれ特色のある、オムライスをですね、ぜひ楽しんでいただきたいなと。このイベントは全国大会に向けた地方予選会の一つで、参加した4店舗の中から3リトル X ララポート富士見のクラシックトマトソースのオムライス、洋食のひいき屋エチカ池袋店マジックオムライスダブルソースの2店舗が選抜されました。審査委員は特別審査員2名を含む53名からなり、形も味も全く違うオムライスに戸惑いを見せていましたが、最終的に2点を選出しました。なお、全国大会は5月16日から17日、東京スカイツリータウン4階スカイアリーナで開催されます。ナンバーワンオムライスは全国9エリアから選抜された10店舗から来場者による人気投票で決定されます。カゴメオムライススタジアムということで、多数のですね、書類審査の応募をいただきまして、その中から実食の、コンテスト形式で、エリア代表を選ぶということで、全部で45店舗の、お店様に、参加をいただいております。弊社がトマトケチャップを作り始めてから100年以上経っているんですけれども、和製洋食ということで日本食の一つだというふうに思っておりまして、プロの技であるとか、なかなか家では実現できない部分をこういうところで体験していただいて、それをご家庭に持ち帰っていただいて、ケチャップでオムライスをぜひ作っていただきたいなというふうに感じております。